Hello everybody. How are you doing today? 英語学習の時間がやってまいりました。レディオのように聞き流しく、地図を覚むだけで動力と同時に情報力もアップできる、平均9回児チャンネル。ご視聴ありがとうございます。NHK ニュース。日経平均株価、なんと1000ポイント以上下落。キーワードは、Growing Uncertainty ですね。どん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 高まる、Uncertainty。不確実性。このニュース見ていきましょう。 まずは字幕なしでニュースを聞きながらアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に2番目は英語を話し、口ずさみながら日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしつつ単語表現。一体何があったのか内容を把握していきましょう。3番目は字幕なしでもう一度復習ということで同じニュースを見ながらもう一度学習した単語表現を振り返っていきましょう。え研究家事チャンネル皆さんにとって有益ならいいなと思ったらチャンネル登録ボタン、高評価ボタン,ココン、 Uh, click comment on the news let's get it started and tokyo's benchmark stock index finished the week sharply lower as investors turned risk averse ahead of the u.s presidential election next week the nikkei 225 ended friday at 38 thousand and fifty three down one thousand and twenty seven points or two point six percent Investors unloaded shares in a broad range of sectors with semiconductor related companies hit hard. The slide followed an overnight sell-off in all three US major stock indices, especially the tech-heavy Nasdaq. The Nikkei index has now lost about 2000 points since hitting the 40,000 mark in mid-October. it? 皆さんもう投資してますかということで、投資家、やはり一番気になるのは、もう来週に迫っているアメリカの大統領選挙ですね。まあその前に一度株を売っとこうということでですね、まあ、株価下落の流れにつながっているという内容でした。では次は、英語を口ずさみながらですね、話しながらスピーキング力アップ内容をしっかりと見ていきましょう。それではこのニュースのタイトル、Nikkei thinks more than 1000 points ahead of US election job data ということで、 アメリカの雇用データ、えー、そしてアメリカの大統領選挙は、ヘッドオブ前にです、ね、日経平均株価が1000ポイント以上、シンク、沈んだ、下がったということですね。さあでは、えー、原稿ですね、音読をしながら見ていきましょう。まずこのパート、い、えー、ってみましょう。でまず左側、英語を一緒にですね、音読をしながらスピーキング力を高めていきましょう。東京 s Benchmark ベンチマーク・ n d e x fell sharply on Friday as traders. Turn the risk a ahead of the US presidential election next week. The strengthening yen and US employment data out later in the day were other uncertainties for investors. The Nikkei 225 index ended that day at 38,053, down 1,027 points or 2.6% from Saturday's close. the 東京の株価指数、来週のアメリカ大統領選挙を前にトレーダーがリスク回避のために、金、えー、曜日、えー、急落したっていうことですね。そして円高、えー、同日後半に発表されたアメリカの雇用統計も投資家にとって不確実性となっている。日経平均株価、木曜日の終わり値から1027ポイント、2.6%も下落して、えー、38,053円で取引を終えているということです。では単語、表現見ておきましょう。 ベンチマークですね。指標。東京の、えー、株価の指標となる日経2 2 5ですね、えー。フェルシャフリー、大きく下がった金曜日ということですね。As、何々なので、理由を説明する As ですけども、Traders, 10 risk-averse ですね。Risk-averse、えー。この表現チェックしておきましょう。 ここに出して覚えておきましょうリスク回避型、リスクアバース。リスクアバース。リスクアバース。リスク回避ですね。10リスクアバース。アヘドゥ、a a 何々を前にということで、アメリカの大統領選挙、いよいよ来週ですね。Uh, next week ということです。はどうなるのか <noise>、えー。安定しなさそうですね。トランプさん、負けてもなんか認めなさそうですしね。どうなるのかわかりませんけれども、次の単語を見ていきましょう。ストレンクスニングというのは強くなるですね。 The strengthening g a m n ということで、円が強くなるす、ま。すなわち円高になる。ということですね。そして US employment. アメリカ世界一の経済大国の employment データですね。まあ、雇用統計なんかが出てきて、それが uncertainties. 不確実性というんですね。uncertainties. 覚えておきましょう。for investors. 投資家にとっては不確実性になっている。アメリカ大統領どっちがなるんだろう。 アメリカの経済、まだ大丈夫なのかな、雇用どうなっているんだろう、まあ、そういう不確実性が高まっていくと、安心を求めて一回株を取こうとなると、こんな大きな下落になるということで、まあ、日本でもです、ね、政府が NISA とかを導入してです、ね、素人でも投資で資産を増やしていきましょうということですけれども、世界中にアンサーティンティーズ、不確実性が広まっている今、素人が手を出すとです、ね、なかなか笑顔になれない状況が続くんではないでしょうか。 さあ、ここですね、えー。ここ難しい単語ないですけども、まあそんなことがあって、金曜日ですね。日経225、えー、日本の株式市場の平均値、表しているもの、1027ポイント、2.6%も下がってしまって、今週の取引を終えているということです。では次見ていきましょう。さあ、ではこのパートを最後までですね。一体何が起こっているのか見ていきましょう。えー、では音読していきましょう。まずこのパートですね。

円高になると株価が下がりやすい円安になるとですねまあ、輸出企業にとってプラスに働くということで株価上がりやすいという基本のところはですねまあえー、間違ってはないんではないかなと思います、えー、ここは難しい単語特にないので次音読していきましょうではですねこの最後のパート行ってみましょう一緒に口ずさみながらスピーキング力を上げていきましょう The Nikkei index has now lost about 2,000 points since hitting the 40,000 mark in mid-October. Traders are over all turning cautious before the U.S. votes for a new president on Tuesday, and what the result will mean for the global economy and markets. So, then, let's look at the Japanese. The Nikkei average stock price reached 40,000 points in mid-October, and there were happy news about it. But from there. 2000ポイント今、下落しているということですね。投資家、トレーダーたち、火曜日にアメリカで新大統領選挙が行われ、その結果が世界経済と市場にどのような影響を与えるかを前に総じて慎重になっているということで、なんと世界が注目するアメリカ大統領選挙、来週の火曜日ということですね。では、単語表現見ていきましょう。ここ難しい単語ないんですけれども、 10月中旬に4枚をつけた日経平均株価2000ポイント下がっているということですね。overall というのは全体のですね。overall turning cautious.cautious というのは慎重に、慎重って言いますね。cautious before the US votes。アメリカ大統領選挙を前に投資家たち cautious になっている。慎重になっているということですね。そして what does the result will mean for ということで、この大統領選挙の結果がどんな 民、意味を持つのかですね。グローバルエコノミアンドマーケット。まあ、世界の経済、市場にどんな影響を与えるのかですね。コーシャス、慎重になっているということです。さあでは、この経済、そして株価に関わるニュースですね。しっかりと英語を声に出して、スピーキング力アップ、単語表現力アップ、そして情報力もアップできたんではないでしょうか。いよいよ来週火曜日、10月の5日、アメリカの大統領選挙。 そしてアメリカの経済の今後の先行きなんかでですね、投資家が慎重になって、一旦株を売っとこうということで、1000ポイント以上に日経平均株価が下落している、下落したという、こういうニュースでした。さあ、視聴者の皆さんも投資してますでしょうかこういった情報非常に重要になってくるんではないでしょうかでは、3番目はですね、えー、総復習ということで、もう一度同じニュース字幕なしで振り返りながら学習した内容を見ていきましょう。 Let's review this NHK World News once again as a review. Let's try it. And Tokyo's benchmark stock index finished the week sharply lower as investors turned risk averse ahead of the U.S. presidential election next week. The Nikkei 225 ended Friday at 38,053, down 1,027 points or 2.6%. Investors unloaded shares in a broad range of sectors, with semiconductor related companies hit hard. The slide followed an overnight sell off in all three US major stock indices, especially the tech heavy Nasdaq. The Nikkei index has now lost about 2,000 points since hitting the 40,000 mark in mid October. さあ, レディオのように聞き流し口ずさむだけで語力と情報力がアップできる研究家事チャンネル。今回は NHK ワールドニュース日経平均株価大統領選挙を前に、そして不確実でアンサーティンティーがですね、世界中に広がっているということで、大きく値を下げて取引を今週終えているというニュースでした。 えー、本当に日本政府も NISA なんかでですね、まあ、個人で投資なんかをしながら資産を増やしていきましょうと声高々に言っていますけれども、世界経済、世界情勢、世界平和が安定しなければなかなか株価も安定して落ち着いて投資、特に素人ですね、あ取り組めないという、こういうニュースだったんではないでしょうか。 Let's improve our English skills and expand information knowledge at the same time by using latest news like this. Thank you very much for watching to the end. Have a good day. Goodbye.